北斗がごとく前回に追加のプレイしていきましょう。ジャガレ隊長、先ほどキサナ様と剣王が。ああ俺たちも山頂に向かうところだ。何が起こってるんでしょうか。それを確かめに行くんだ。よし急ぐぞ、剣。ああご分を。どういうことなんだろうな。おい待てよ。待たないよ。あ、隊長、賢章さん、お待ちしておりました。貴様の警護ご苦労。この先に貴様はいるのか。それが剣王の命令だから少人数で登ると言って大半の衛兵をこの村に残して山頂へ行ってしまいました。の、バカ野郎、なんでかじりついてでも警護しないんだ。殺されるわ。すいません、自分もそのつもりだったんですが、剣王が睨むもので。たぐ、剣、俺は一足先に村のはずに行ってるぜ。村に残ってる部下たちに話を聞いてくる。わかった。とりあえず登ればいいんだよね。何かご入り用でしょうか。あ、売ってるんだ。あ、結構いろいろ。めっちゃ強くないこれ。肩パッ、この辺買っとくか。でもうここはどうしようもないからな。オッケー。で装備するか。あり、装備、肩パッド、どっちが強いんだろう。あ、全然今つけてるやつの方が強い。シャツ、あ、めっちゃ強い。でもこれはこれか。 OK。 よし。ん、お、ジャグレ、おー、ゲン、山頂に登るならしっかり準備していけよ。ジャグレ、お前は行かないのか。残っている奴らに話を聞いたんだが、剣王はキサナにナダイ様に関する話をしたいみたいだ。ナダイの話？剣王はナダイ様とも知り合いみたいだからな。親子に関することかもしれねえ。キサナも、俺には来てほしくなさそうだったようだ。何せよ、そんな重要な話に俺は首を突っ込む気はねえ。そうか。って、ことだからよ。俺には遠慮せずに行ってこいよ、剣。遠慮とか、そういう話なのか。剣王様、このスフィアシティでこれから起きることをご存知なのですね。ナダイから全て手紙で知らせを受けておる。やはりそうでしたか。キサナイ、あの奇跡の間の寝台は何かを分かっておるか。ええ、核ミサイルの起動装置ではないかと。そうだ、あの部屋の中央にある寝台に人が横たわり眠りにつくと、スフィアシティの扉は閉まる。扉の横の砂時計は砲台にエネルギーが充填されるまで残り時間を示しておる。つまりあの砂が全て落ちた時、このドームは完全に開き、発射の準備が整うと。眠る者が目覚め、寝台から背を離したその時、世界は再び核の炎に包まれる。そんな次元爆弾みたいな。エリス様が起き上がった時、全てのミサイルが発射されてしまうということですね。ユリアの傷が癒え、目覚めるまでの間にこの扉を開け、奇跡の間から連れ出すつもりだった。だがナダイなき今、もう扉は開かれぬ。ナダイは扉を開けられるのか。
無視？かつてこの軍事施設を発見し閉ざされていた扉を開けたのは名代だった。なんだと。ごめん先走りまして。剣王様、あれは…ここが扉のようです、剣王様。ここは、おそらく軍事施設。旧時代の遺物のようだな。そのようですな。まだこんなものが残っていようとは。しかしその遺物もうまく使えば新時代を切り開くこともできましょう。壁の向こうには水が湧き出ております。この資源を使えばここにあなたの居城を築くことも可能。我が波動の礎になるために待っておったか。ならばまずこの扉を開けねばなるまい。豪商派を跳ねのけるか。剣王様、ここは私が。なだい、何を。我が剣、名と経験の極意は陶器を雷に変化させ増幅し操ることにあります。この旧世界の危機の仕組みも我が剣によって乱せるかもしれません。見事だ、ナダイユ。はどうやら地下から水を汲み上げているようです。しかもその原動力である電気もここで作られている。ならばその電力はどこへ。剣王様、あの塔へ行くぞ、ナダイ。剣王様、これは…お待ちください。ここに伏せし者、あらゆる傷が癒され無垢なる肉体へと帰り、その清らかなる身をもって新たなる世界の神にならん。新たなる神が目覚めし時、神の殻は破れ天空に新世界を告げる槍が解き放たれん。これ核ミサイルの起爆装置だ。何だと。よいか、ナダイユ。ウヌはこの水と電力を使い町を築け、その町の統治者となってこの施設の正体を隠せ。では剣王様は。我が波動にこのような異物は不要。ナダイユ、必ずやこの施設を守り抜け。剣王様、昔父とそのようなことが。ラオウ、なぜお前がユリアを助ける。お前はユリアが欲しいのか。
前が世界を滅ぼすような危険を犯すとは思えん。答えろラオウ、なぜそこまでユリアにこだわる。お前はユリアを一人の女だと思っているかもしれんが、ユリアには隠された真の価値がある。何？どういうことだ？貴様は知っておるか、ナント政権に語り継がれる究極の奥義を。究極の奥義？ナント政権108波その頂点ともいえる奥義。その奥義の威力たるや天をも引き裂くと聞く。我が波動のためこの世の全ての剣を知り滅ぼす。それが剣王を名乗る我が野望であり本懐だが、その奥義を体得するにはナント政権直系の血筋、ナント最後の章が必要だと。俺はその章を探し続け、やがてたどり着いた。ナント最後の章、それがユリアだ。何？ユリアか？故に俺はユリアを生かした。ユリアはなんと究極奥義の鍵、この時代を握るための鍵なのだ。だがナダイがおらぬ以上それも手には入らん。核ミサイルが発射される今、止める方法はただ一つ。ここからユリアの命を奪うのみ。ケオー様、まあ止めるよね、ケンシロウね。邪魔をするな、ケンシロウ。ナダイは生きている。何だと？知りたいなら俺の剣に聞け。なぜ？俺は何があってもユリアをあの場所から連れ出し共に生きる。貴様はナダイが生きていることを俺に教え、あえて戦う道を選ぶか？ユリアのためにラオウ、お前を倒す。お前の野望もここまでだ。思い上がる。いい機会だ、違いを見せてやろう。二人ともおやめください。これは俺たち兄弟の問題、口出し無用だ。ケンシロウさん、ここでは狭すぎる。山の麓まで来るがいい、ケンシロウ。そこで貴様との決着をつけてくれ。いいだろう。おい、オーケン、一体どうなってるんだよ。ラオウと決着をつける、答えになってない。ふざけんな。え、なんでそんな話になってんだよ。まあ、そうなるよな。ったく、貴様は黙りこけたものだし、ついていった衛兵は剣王になんか打ち込まれてほうけちまうし、ラオウが衛兵に飛行？あいつらだ、今は生きてるか大丈夫か？急に爆発して死んだりしないか？記憶は失われる飛行を疲れている。見ただけでわかるんだね。ラオウもスフィアスティの秘密は守りたいようだ。なあケン、どうなんだ？大丈夫だ、心配ない。
しばらくしたら正気に戻るだろう。はあ、よかった。とにかく、剣も死ぬなよ。はい。ということで、じゃあここで一旦区切りましょっか。次回、多分ラオウ戦になるのかな。やっていきましょう。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。